これからですね、日本語の大切な部分なんですが、相手によって話し方を変えなければいけない。その部分を子どもの立場で、ここで練習します。主人公のマサルくんがいます。マサルくんが学校に行くまでの道、いろんな人に会います。で、会って、これは近所のおばさんです。おまわりさんです。それから犬のゴンです。それからちょっとマサルくんが大好きな斉藤さんと挨拶をして、斉藤さんと2人で学校に行きます。田中くんが来ました。田中くんと今度は3人で学校に行きます。そしてここで校長先生に会ってご挨拶します。ここでいろいろな人に会って、その人によってマサルくんが挨拶を変えます。その練習です。マサルくんになっていろいろな人に挨拶をしますね、はい、いいですか。先生は大人になります。これは近所のおばさんです。あ、マサルくん、おはよう。おはよう。おばさんだから、ほら見て、大人の人ですね、はい、おはようございます。じゃあもう一回、マサルくん、おはよう。おはようございます。大変です。校長先生です。はい、じゃあご挨拶してください。校長先生、おはようございます。おはよう。じゃあトン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 といきますね。はい、マサルくん、おはよう。おはようございます。マサルくん、おはよう。おまわりさん、おはようございます。ワンワン、ワン、あ、ゴン、おはよう。斉藤さん、おはよう。あ、マサルくん、おはよう。マサルくん、おはよう。あ、田中くん、おはよう。校長先生、おはようございます。おはよう。はい、いいです。大変上手。